ジャパン、日本のすごいニュースへようこそ。今回はトヨタの BG4X の大幅アップデートについてお話ししていきたいと思います。4月22日に驚きの報道がありました。トヨタが昨年発売した量産型電気自動車である BG4X が5月に性能アップデートを実施するということなんです。 BG4X はトヨタという世界最大の自動車メーカーが満を持して市場に投入したものでしたが、その性能面や使い勝手の面において EV オーナーから数々の指摘がありました。そうした指摘要望に応えるためのアップデートでして、すでに納車済みの車両、今後生産される車両すべてにソフトウェアアップデートを行うということです。このアップデートは無償で行われるということです。具体的な時期、実施方法については別途案内することになっているようですが、改善内容については公表されておりまして、この内容を見ていったところ、 BG4X は全く異なる EV に生まれ変わることは間違いないと言えるものになるんです。今回はこの BG4X のアップデートについて見ていきたいと思います。このチャンネルでは世界に誇れる日本のすごいお話や EV などといった次世代産業におけるお話などをお届けしています。日本を応援したいという方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。トヨタが初となる量産型 EV である BG4X を発売したのは2022年5月でしたが、リース専用車として市場に出していたあたり、しばらくユーザーの反応を様子見してから後日アップデートで弱点を対応することはひょっとしたら織り込み済みだったかもしれません。しかしその後、ハブボルトの緩みによってタイヤが脱輪する可能性があるということが発覚し、リコールを届け出るなどほろ苦いスタートとなりました。さらに各メディアやインフルエンサーから上げられた声としましては、24時間以内に急速充電を2回行うとバッテリー保護のため出力制限がかかってしまい長距離運転ができないという声や、メーター表示に残りの航続可能距離は表示されるものの EV 走行においては何の当てにもならないため、他社のようにバッテリー残量のパーセント表示をつけるべき、そういった指摘が数多くありました。こうした不満はノルウェーをはじめとした世界各国の EV メディアや BG4X オーナーからも届けられており、トヨタは BG4X の開発責任者である井戸大輔氏とヨーロッパのトヨタ技術団をノルウェーに派遣して様々なテストを行うなど迅速に対応していたんです。では実際この度どのようなアップデートが行われるのか見ていきたいと思います。まず1点目は急速充電性能の改善になります。1日あたりの急速充電によるフル充電回数を現状の2回程度から約2倍に変更するということです。無制限に充電できるようにしなかったのは、やはりトヨタがそれだけバッテリーの負担を軽減して長く乗り続けられる EV を提供したい、バッテリー不具合や発火などといったことを絶対に起こしてはならないという意思を感じますね。ここでいうフル充電というのは 150kW 充電器を用いた際に充電残量を 10% から 80% に充電することを意味しています。この改善により1日4回程度の急速充電は行えるということになりますので、それなりに遠出をすることは可能となるということで、一気に実用使いにおける利便性が上がることになります。また充電に関しては他にも改善されるということで、ノルウェーなどの EV オーナーから充電残量が 80% を超えてからの急速充電時間が長すぎるという声が上がっていました。充電というのは常に一定の出力が出ているわけではなく、バッテリーに負荷を与えないよう出力を常に絞りながら行われるわけでして、特に 80% を超えてからはより遅くなるんですが、トヨタは少々慎重になりすぎていたようで、他のメーカーの EV と比べて充電出力を絞りすぎているような設定になっていました。
これに関しても慎重すぎたことを認めてアップデートにて改善するということです。裏を返せば急速充電の速度が他社より極端に速い EV、 特に中国や韓国メーカーのものはバッテリーの負荷などをガン無視しているわけですので、長期的に自動車を使い続けたいという方は注意が必要かもしれません。2つ目の改善ポイントは航続可能距離です。 BG4X の搭載バッテリー容量は 71.4kWh なんですが、実際走行している際にバッテリー性能の全てを使い切るわけではないんです。容量の加減と上限に数 kWh ずつの余裕を作ることで、実際に航続可能距離として表示するのは 60kWh 程度といった安全策をほとんどの EV メーカーは取り入れているんです。いわゆるバッファと呼ばれるものなんですが、 BG4X はこのバッファをかなり大きく取っていたため、カタログ上の航続可能距離と比較して実際表示される航続可能距離が短すぎるということが話題となっていたんです。実際に BG4X は 7.4kWh を余分に取っていたため、航続可能距離が 0km になった後でも 37km 程度走行することが可能だったんです。もちろんこれは電欠のリスクを減らすという意味合いが込められていたわけですが、より一般的な感覚に近い設定とすることで航続可能距離を伸ばすということです。3つ目のポイントはメーターの表示改善となります。先ほども触れましたが、 BG4X は残りの航続可能距離しか表示されなかったんですが、この距離は実際には大して当てになるものではなく、バッテリー残量のパーセント表示がないと不便であるという至極真っ当な指摘がありました。実際この機能は他社であれば普通に搭載されている機能ですね。今回のアップデートではバッテリー残量のパーセント表示も追加されるということです。走行中はもちろん充電中も表示されるようになります。それに加えてエアコンを使用した際の航続可能距離表示の変動をより正確にするというアップデートも行います。エアコンを入れると航続可能距離が大幅に減りすぎる、そうした声が上がっていました。しかも1度変えると航続可能距離が16キロ変わるという結構ガバガバな数値だったんですね。これもより慎重な表示にしていたということですが、実際の走行データに基づいて実態に合った表示に変更するということです。このアップデートの動きについてはマイナーチェンジを待つことなく迅速にトヨタが対応を発表したという点で高い評価となるのではないでしょうか。また今後については高度なオンラインでのアップデートなども行えるように検討していくとしていますので、改善というトヨタの本領を今後もどんどん発揮していただくことで、ハイブリッド車や水素のみならず EV においてもグローバル市場で勝負できるものを作り出していっていただきたいですね。その上で安全性、品質にもこだわったトヨタのやり方を見せつけていただければ、これからの環境車競争も勝ち抜いていけると確信していますので、これからもトヨタ、そして日本のメーカーを応援していきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。サブチャンネルジャパンさんのお話と合わせて、この動画のチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いいたします。それが何よりのモチベーションになります。サブチャンネルではここでは扱えない話題やニュース、コメント返信などしておりますので、ぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。